はい、どうも、ティックでございます。それでは、テールドブゼスティリア、前回続きからやっていきましょう。列に並びまで。さあ、イベントだぜ。下側の者は処罰する。おお、処罰とか、穏やかじゃねえな。時間がないってのに。何の件も。軍のに決まってるだろう。本格的な対戦になるかもしれないんだから。もういきなりこの剣本で引っかかりそうやな。兄ちゃんは引っかかるかもな。え、なんで。後ろ、騒がしいぞ。すみません、同志が出たって噂あったの。あった、ハイランドでしょ。それがな、ローランスにもいるらしいんだ。へえ、ローランスにも。そんな二人もいいひんやろ。おかしいやろ。同志をよく思ってない。ああ、騎士団は戦力と見て警戒してるし、教会は異端者として取り締まろうとしてる。この街じゃなんか不可解な事件が起こってるらしくて。ああ、もうカッコ改めんとあかんな。そういうわけだから先生気をつけな。忠告ありがとうよ。え、俺最初始めた時挨拶したっけ、このパート。まあいいや。通常隠した方がいいみたいだけど、スレイに嘘をつけっていうのは。まあ難しいね。ゆで卵を埋めっていうようなものですわね。例え方よ。なら逃げる準備をしておくんだ。通行証も持ってるし任せとけって。だからしばらく頭の中で喋らない。分かった。面倒を起こさなければな。いいね。ほら喋んな。次。え、今頭の中で喋ってねえよ。俺リアルリアルに喋って、リアル喋りやったんやけど。次、はーい。え、ここ入っていいの。おいっす。あれ検問なかったよ。ん、スッて言った、スッて。おー、ハイランド近くで、こっちはもう同志出現とか、もうやべえ、なんか変なやついるぜみたいなノリなんやな。自分はローランス帝国白王騎士団団長セルゲイストレイカである。おお、どうした。帝国の安寧に資する検問への諸君の協力に中心より謝意を表すものである。あ、どうもどうも。何こいつ、肩苦し病、厚苦し病。硬いね、確かに、はい、カチカチやね。招待ギルド発行の通行証、ここに来た目的は手形の回収ね。赤霊の羽か、手際がいい。期限が迫ってるから気が気じゃなくて。取引先は大通りにある酒屋の。おお、モリスシローか。あそこは手広く商いをしているような。うちもなんか剣が似てんな、スレイのに。他には何か。ない。検問への協力痛み入る。真面目そうやから、この人味方につけれそうやけどな。なんかね、真実が分かった時にはやけど。次はそちらの男だ。妙な身なりだが護衛か。女の一人旅は物騒なんで。なぜ護衛が儀礼剣を下げているのだ。スレイの剣が儀礼剣って、重心の差を見切ったのか。ただすごいね。さそうだ。またあれ、もちろん理由があって。そちらの男に聞いている。やば、私の言う通り。ご不審はごもっとも、実は私はとある地方領主の御曹司なのだす。あのです。ん、どうせ。そう、お坊ちゃんなんです、うちの亭主。亭主。そんな設定。フォークより重いものを持ったことがない箱入り息子がひょんなことから旅商人と恋に落ち。なんちゅう設定。ままに全てを捨て駆け落ちしたのが1年前。大根やな。妻にも秘密のこの事実。世間に出て無力な若造と思い知りましたが、それでも妻を守るのが夫の務めと思いつつ。てこれ無理やり動かされてるんか。見せかけの儀礼剣を下げて周囲に強がって見せているのです。大変やな、これ。なんか操り人形みたいで。悲しい男の意地とお笑いください。はい。ごめん、
結構頑張ってるよ、ドンマイ。おお、妻よ、その人これは生きていけるだろう。これひどい、めっちゃひどい、これこれ見てられへんな。愛というもの、種さえあれば、どんな荒れ野にも花は咲くだ。あ、こいつやっぱバカだ。強く生きるのだぞ。バカ。こう、儀礼剣は重心が違うんか。よくわからないけど、通れちゃったね。みんなのおかげだ。相手が良かったとしか言いようがないけど。結果オーライだね。案外お役に立ちますでしょ、見えないというのも。そうだね、喋んななんて言ってごめん。じゃあもう頭の中で話しても。それは別、怖いしキモい。キモいはひどいですわ。どうしてるのよ。さてスレイ、僕らは焦ってペンドラゴンへ向かうのかな。探検したくてしょうがないって感じか。新しい街は見たいよね、俺も見たい。面白そう。そうだから、せっかくだし探検していこうと言いたい。超言いたいですよね。なんか面白そう。坊やばっかりだから気が合うんですよ、きっと私たちとも。天族、人間。デゼルちゃん硬いね。まあまだまだこっからよ、まだ最初だっけな。よし、新しい街来たぜ。ヒヤフー。あ、何何、どれ、しかしどれ。よろしくありませんな、こんなご時世に昼間から。まあまあ司祭様、例の件のお礼でございますが。しかし、何話してんの。ホートン数奇鬼をはじめお偉方は何かと厳しいお方ぞろいゆえ。お、分かっております。お、教会への献金はこれからも十分に。あそこがこの町の聖堂のようですよね。覗いてみよう。なんか知らんけど、なんか知らんけど、今結構一気になんかいろいろ出たんやけど。まあ待てや、落ち着けや。一気に出さんといてくれ。どこで喋っとんのかわからんかったし。エクシルが売られてるって。ああ、ハイランドとローランスの貴族の間でエリクシールが流行ってるんだと。けどあれは普通に出回るもんじゃない。教会が管理してるはずだろう。その教会のお墨付きで売られてるって話だぜ。結構な効き目でな、長寿の妙薬ってもっぱらの評判だ。銭には変えられへんってことか、教会も。すごいの値段でな、金持ち貴族しか手が出せない代物だってよ。結局そんな落ちかよ。俺も持ってるぜ、これどっかのタイミングで使えるかもしれへんな、もしかすると。エリクシールを売りさばいてるらしいね。なんか奇妙な話だな。それスレイがディスカバリー当てたけど、ディスカバリーどこ。お前何、ちょっと待って、もう やることいっぱいやな、忙しいな。お前お宝察知、衣装察知。おう、ベイビーやん。おう、いやどうなるやろね。ちょっと待って、これいろいろやることあるし、何どうすりゃいいのこれ。まず、あ、仮面に来た。はい、いただきます。あざーっす、仮面に助かるよ、ほんと。スレイが発令した衣装系はどこ。なんか丸いっぱいあるんやけど、なんなんあれ。え、この人は何、クエスト的なやつなんだ。ちょっと喋ってみようか。はい、うん、なんだ。いつも公園の上にいるおじいさん。公園の上、ここ。あー、ノルミープレジャー、連携時の HP プラス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 。おっと、ブーツは、あれ、俺今ブーツつけてなかったっけ、主人公。 What's up。 じゃあいっか、とりあえずあなたで
あなたでロゼにつけていく。はいはい、役立てますぜ。この人バルキリー追ってくる。やばいやばい、戦場であのもう人もすごいことになりそうだよね。待って、なんか衣装出たみたいな感じでこうスレイとか反応してたけど、あ、いた。あざーす。遅い、この早掛けが早すぎるのもあるんやけどさ。押せ押せ。お、なんかアイテム屋さんや。まず融合でしょ、まずね、まず融合からね。よしよし、アサシンだが2個合体できるよ、カルセリーフ。オッケー、まず融合してきっちりで、オッケーオッケーオッケー、よーし、強くしていこう。まずね、ここ OK。 アカリン、アカリン、はい OK。 よいしょ、いいね。ブーツ、カルサイブーツプラス1、プラス2のプラス3にしていく。いいじゃないですか。 OK、 商品を買う。いっぱいあるやろこれ。うわー、いっぱいあるね。フロールだがもういきなり強くできちゃうよ。どうするよこれ。買うか。スピアって、あれ、もうスピアの子は外されたけど、スピアの子は俺の中でクビになったんですけども、ちょっとこんだけ買って、ショップランカー知り合いになりました。あざーす。まず装備画面行って、これまず武器はな、ちょっとな、あーダメだね、全下がりするから、これちょっとダメだな。で、あなたは、あなたはこれの方が強いわけでしょ。そういうことやろ。いいじゃんいいじゃん。 OK、 今はまだちょっと合成できねえけどしょうがねえな。フロールソード、あれ、フロールソード今、あ、これ俺が買ったやつか。そう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 、よーし、フロールソードね。で、もう一個元のやつ、アサシンダガー。はい、オッケー、こういう感じでやっていってね。よし、どうすかな。他にもなんか青い喋る人いるんだよね、向こうの方に。それ行くか。何、どこどこ、あ、それか。あ、ちょっと待って、どうやって行くのこれ。どうやって行くのそれ。わお、この家のこっちの連続殺人、なんかちょっとあんまり良くなさそうやね。近々物騒な感じですかな。サフランを使う。 OK、 早掛けのせいですっげえ忙しいけど、まあこう調べつつ行こうか。なんか喋れる人ちょいちょいいるよね、ちょいちょいね。そこにもいるんだよ、石碑か。どこどこ、内側、この内側、ここ、はい、よし、オッケーオッケーオッケー。ここと、そこに、お、いっぱいあるね。なんかカモミール、宝箱、すごいね、もうアイテムだらけや、もう素晴らしい。よし、でここいる人、おお、お前と喋ってるのか。なんだ、ひどい殺し方、殺人事件か。おお、物騒だな、ローランスの街も。強烈やな、殺人事件は。なかなか、どうして人を探すために。あ、僕です、どうも。ここにもいるよ、周囲を確認してくれ。あるね、開かないんじゃ。あはあ、マーガレットってやついるの。聖堂に天族がいない、いるかいないか俺が見てやろう。こいつは、おい、月夜、あーやばいね。そしてその月夜になると、マロリーの薬草がなくなるとか、いろいろ大変やね、都会の街も。ちょっと真ん中の方で俺なんか出た気がすんねんけど、気のせいやったかな、スレイの。あとセーブポイントは結構いっぱいある。おっとっとっと、どうしたのロゼ、具合でも悪いのですか。フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユークム。フォエスメイマ、ルズドーシブレレイ、ハクディムユーバ、ルビーユークム。じゃ、いきなり何それ、こっちのセリフ。ライラと契約したとき3秒で覚えろって超早口で叩き込まれたんだよ。おかげで頭から消えないし。
覚えられたんや、それで。緊急だったものでつい時々強引だからね、ライラって。お化けとは別の意味で怖い。そんな強制的にあれやって覚えさせられたんや、大変やね。あそこのセーブポイントも活性化しておきたいね。ここもね、よし、オッケー。こいつはちょっと仕方で、オッケー。これで一通りセーブポイントはつけたかな。早掛け便利やな、これ。あ、あー、ディスカバリー出ちゃってば。なんか、お、待って、オッケー。金か。この鐘楼、機械仕掛けなのか。そう、ラストンベルの名物。歯車がバーって動いてね、金の音が音楽に聞こえるんだよ。おお、いいね。聞いてみたいですわね。さすが職人の町、すごい技術だな。あ、興味そっち。動力はどうなってるんだろう。さあ、なんだろう。水を汲み上げることですよ。おそらく地下水脈の流れを利用している。地下水脈？本当？そんな風に見えないけど。牢城用に隠してある。もともとここは砦として作られた場所。お、物知りやね。それで城壁に囲まれてるのか。この鐘楼も元は呪し台だ。そんな過去が面白いな。まったく男どもは注目するとこ違いすぎ。でも面白いですわよね。まあね。この許容できる力よ、すげえな、ロゼ。そこがロゼのいいところだな。さてと、なんか、オッケーオッケーオッケー、こういうのあるね。メイジ、あ、なんだ、あ、デゼルだ。デゼル装備させてみるよ。どうよ、純粋に強くなる。いいじゃないですか、かなり。よし、これ戦闘終わった後とかいいね、有効だね。こういうとこどうなの。ノルマシグラ、どこどこ、ワッツ、石碑もあるね。ちょっと忙しい忙しい、すげえ忙しい。オッケー、忙しいよ。ここなんもない。あとは、あとはなんもないね。でノルミンが、ノルどこにいんの。う、あ、いた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 、ボス、この野郎。ブラッディスタンス成功し HP 回復。オッケー、つけていこう。よーし、役立ててや、役立てるでー。全員関西弁なんやな、ノルミンって。あとこの辺走って、なんだかんだあれだね、この衣装とか探知する能力に頼ってるよね。こう、このこう走った時こうピコンってくるから便利よね。ノルマッシグラはほんと便利だわ。さっきちょっと司祭とかの人らが急に喋ってんの入っていけへんかってんけど。なんだなんだ、ローランス教会で暗殺するって言ったか、誰かを。旅の途中でも仕事はこなしていくと、そういうことか。聖堂だな。サクッと。年代は新しいけど、なかなか立派な作りだ。こんにちは、お邪魔します。ちょ、また見えないのに声がするとか。天族がいるかの確認ってことかな。お化けが、カゴ天族な。さっきの司祭を見れば想像つくけど。どこも同じだ、近く。で、どうするの。加護する天族を探すけど、手がかりもないし、ね、あのワンコロ連れてきたらいいんじゃないの。スレイさん、必ずしも加護の復活にこだわらなくていいんですよ。あ、そうなんや。いいのかな。いいんじゃないか。ここは汚れは多くないようだし、そもそもスレイ一人で世界を救えるわけもないんだから。はい、肝心なのはスレイさんが見識を広め力を育むことですわ。最下の剣士に対するためにだね。だから全部その町をそういう風にして回るってわけじゃないか。気づけないようじゃ先は長そうだな。こんなところで何者と話している。あ、さっきの兄ちゃんか、やっぱりね。オーマイガッツ。大通りの酒屋に急いでいたのではない。なんと言ったか。あ、はい、ボリス・シュローです。ラストンベルにそんな店はない。こいつは一人だ。眠らせてとっとと行くぞ。
あ、見えてるやん。見えてるのか。違う、ただの腕の立つ人間よ。おお、すごい。スレイ、人間同士でよろしくね。え、そういうもんなの。これは人間の問題だからね。外へ出よう。ちゃんと理解あるよね。いきなりこうバホーってこうへんところが、まあ、こういう人真面目なだけっぽいからな。ゲロっちゃえよ。戦うとか言わへんやろ。だって街中で。その上で改めて、キコーラの正体を教えてもらおうか。あ、戦うの？あー、マジっすか。しかも人間で、あー、マジで。それ、いったいった。お前瞬時剣俺が今使ってね、マネすんじゃねえぞ、こら。はい。俺とでもめっちゃ強いやろ、多分。いった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 、強い強い強い。カメ。さあ、使っちゃおうかな。溜まってるもんね。はい、お疲れ。どうよ。あ、いきなり全部使うの、ひよぎ。あ、全部は辛いね、それは。ほい。よいしょ。はい、行こう。ほい。突き上げ。これでもなんか急にめっちゃ強くなるとかあるんで、パターンとして。スレイそんなだって。あ、人間の状態でそんな強いんや。甘いな。後で後悔するぞ。大丈夫だよ。心配してくれるのは嬉しいけど。返しも。天族と話しているのか。やはり検問の時のあれは。セルゲイさん、嘘ついてごめん。こちらこそ非礼をお詫びします。どうしよう。え？剣を交えれば相手の力は分かる。名を聞かせてもらえると。やっぱめっちゃ真面目な人や。ええー、人や。スレイ、どうしスレイ、貴公の力を貸してもらえないだろうか。ローランス帝国のために。ローランスは同志を警戒してるって聞いたけど。そうだ、騎士団はボートン数奇鏡同様の力を持つという理由で危険視し、教会はボートン数奇鏡を脅かす存在として異端扱いしている。ボートン数奇鏡って誰や。教皇に次ぐ教会のナンバー2。おお、めっちゃ偉いさんやん。妖帝の補佐として実際に帝国を仕切ってる人。いかにも。そして同志と同じ奇跡を体現すると言われているものだ。同志と同じって天族、まあ使えてるのは間違いないよね。どういうことですかな。騎士が勝手に聖堂に立ち入るとは。まさか我が信者にフォートン数奇鏡の悪口を吹き込んでおられるのか。司祭殿、そんなこと。問答は無用。出て行っていただきましょう。ええ人やった。今んとこテイルズ悪い人少ないんやけど、このテイルズ。このテイルズ比較的悪い人少ないんやけど、いい人が割と多いんやけど。公園に行こうか。じゃあそんなすぐイベント始まらんやろ。まだセーブせんでも大丈夫なはず。そう、そう信じてる俺は。早掛けがマジ便利。すげえ便利、この特性やばいね。みっともないところを見せてしまった。教皇様がいらした時は騎士団と教会もこうではなかった。あれ、教皇いないの今。教皇様、教皇マシダラ様は先代皇帝陛下も信頼された人徳厚き方だ。ほうほうほう。ご命令なら騎士団も喜んでしたが。だったってことは、うん、1年前に行方不明になってしまう。その混乱に乗じたかのようにフォートンが台頭し、あっという間に権力を掌握してしまったのだ。おお、え、そうやね。証拠はある。いや、騎士団の総力を挙げて捜索したが手がかりはつかめなかった。だが数奇鏡の周辺を探った騎士が行方不明になっている。18人。おお、すごいね。認めたくはないが、数奇鏡に対するには我らにない超常の力が必要らしい。同志スレイ、恥を承知で頼みたい。
通気橋の正体を探ってもらえないだろうか。通気橋がいるのってペンドラゴの教会だよね。普通の人が入れない神殿があるっていう。そうだ、立ち入りの許可についてはこちらで手を回せる。わかった、通気橋に会ってみるよ。まあ行くのはあれやからな、理由いるからな。自分は先行して手はずを整える。この人行方不明とかならへんやろな。ご主人が心配だろ。許されよ。そこも嘘だよ。ではペンドラゴで、到着したら騎士団島まで足を運ばれたい。この人以外の騎士はすげえ感じ悪かった、あれやけど。っていうことは信じてるのか。変な人だな。純粋な方なのですね。純粋なバカで。バカではあるな。確かにな、騙しやすそうやな。 OK、 蹴りはついたけどな。あれ、この町意外とすぐ終わりな感じですか。また厄介そうな事件だ。けれどこれで教会神殿、そう、教会神殿に入る理由ができたよね。いいよね。何これ。ついでにローランスの偉い人に言い訳もできそうだし。この星は何やっけ。その偉いさんが問題なんだけど。この紫の星は何や、これは。これは何や、これは。オッケーオッケー、これちょっと次回やな。対立してるんだな、ローランスの騎士団と教会って。人を守るための組織だろうに。人が集まればどうしても集団の意識が芽生えてしまいます。それが組織の力となる場合もありますが、強い汚れを生み衝突を起こすことの方が多いのです。戦争とかだね。最大のものは教会と騎士団の対立も。まあそりゃそうやな。ああ、小さな戦争って言えるな。戦争、すなわち人の歴史である。本に書いてあったことを実感するよ。俺は関わらない方がいいのかな。スレイさんはどう思いますか。俺は知りたい。ひどい現実だとしてもそれも世界の一つだと思うから。でしたら参りましょう。スレイさんの旅なのですから。俺と俺を信じてくれるみんなの旅だよ。ええやつやな、やっぱりスレイは根本的にいいやつやな。犬に吠えられなくなった気がする。原因はあれよ。デゼ、犬が懐いている。どうした、何か用か。いや、意外だな。犬は平気なのか。平気も何も、彼らは物言わぬ相棒だろ。お前の歩み寄りが足りないんじゃないのか。いやいや、吠えるだろ、犬。吠えるのは、お前の持つ不安を感じ、その不安の正体がわからない。意外ななんかキャラの目が出てきたな。僕としては、吠えたのが先と主張したいんだな。確かに、それはあるな。さっき吠えられるの、ビビられてるのは見られてていいね。でも、デゼルちょっと変なキャラや。マジか、動物いけるんや。暑いよね。そうですわね。日に焼けてしまいそうです。どっちでも長袖着てんねんから、日焼けそんな気にせんでもいいんちゃう。顔はあれやけど。見た通りよ。天族も日焼けするんだ。エドナ肌白いもんね。納得。エドナさんの傘は日よけにもなり、雨よけにもなり、氷魔まで退けてしまいますものね。そっか、エドナの傘は一石三鳥だね。こんだけ褒められたら珍しいんちゃう。エドナさんのトレードマークにもなっていますから。これでめんどくさいタイプじゃなかったっけ。それを言うならお気に入りのマスコットもつけられるし、一石五鳥でしょう。ではでは、その日の気分によって変えられるアイテムですから、一石重ねるわね。傘だけに。うまいこと言われてしまいました。乗ってきた。これで一石二鳥かしら。乗ってきた。そういうキャラやったよ。なんかああいうのめんどくさそうやと思ったけど、意外と乗るんやな。人数増えたから会話面白いね、すごくね。うん、エクシリアちょっとな、人数多すぎたからな。うん、これも多いけど、割と多いけどね。でもまあ、こう主軸になるスレイとロゼって2人は主軸になってるから、割とはっきりしてるなって感じがしますけどね。はい、じゃあ今回ここまでしたいと思います。結構この街タン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 って進んでますけど、結構でかいターニングポイントになるんじゃないかなって気もしなくはないです。結構そのなんか教会の2番手の人の正体かなり大事なんじゃないかなという気がなんとなくしますんで、楽しみにしていきましょう。じゃあ今回はここまで見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それではお疲れ様です。